歴代資源、三十六章、十四節から。最主張たちのすべても、民と共に諸国の民のあらゆる忌むべき行いに倣って、罪に罪を重ね、主が性別されたエルサレムの神殿を汚した。先祖の神、主はご自分の民と見住まいを憐れみ、繰り返し見つかりを彼らに使わされたが、 彼らは神の見使いを嘲笑い、その言葉を下げすみ、預言者を愚弄した。それゆえ、ついにその民に向かって主の怒りが燃え上がり、もはや手の施しようがなくなった。主はカルデア人の王を彼らに向かって攻め上らせられた。彼は若者たちを聖女の中で剣にかけて殺し、若者のみならず、 乙女も白髪の老人も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神殿の大将の最後のすべて、主の神殿の宝物も、王とその交換たちの宝物も残らずバビロンに持ち去った。神殿には火が放たれ、エルサレムの城壁は崩され、宮殿はすべて怪人に帰し、 貴重な品々はことごとく破壊された。剣を免れて生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られた。彼らはペルシアの王国に派遣が移るまで、バビロンの王とその王子たちのしもべとなった。こうして主がエレミアの口を通して告げられた言葉が実現し、この地はついに安息を取り戻した。 この後輩の前期間を通じて、地は安息を得、70年の年月が満ちた。ペルシアの王、キュロスの第一年のことである。主はかつてエレミアンの口を通して約束されたことを常識するため、ペルシアの王、キュロスの心を動かされた。キュロスは文章にも記して、国中に次のような布告を行き渡らせた。 ペルシアの王、キュロスはこういう天にいます神。主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でも登っていくがよい。神なる主がその者と共にいてくださるよ。 エフェサの信徒への手紙2章4節からしかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださりその愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしあなた方の救われたのは女神によるのですキリストイエスによって共に復活させ共に天の王座につかせてくださいましたこうして 神はキリストイエスにおいて、私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを、来たるべきように表そうとされたのです。事実。あなた方は恵みにより、信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。 なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。福音書は、西洋花による福音書、第6章。 4節から15節まで。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていった。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるには、どこでパンを買えばよいだろうか。と言われたが、こう言ったのは、フィリポを 心見るため出あって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポは、メ名が少しずつ食べるためにも、200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。と答えた。弟子の一人で、シモンペトロの兄弟アンドレイがイースに行った。ここに、 大麦のパン、五つと、魚二匹と持っている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では、何の役にも立てないでしょう。イエスは、人々を座らせなさい、と言われた。そこには、クスがたくさん入っていた。男たちは、そこに座ったが、その数は、 およそ五千人であった。さて、イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから、座っている人々に分け与えられた。また、魚も同じようにして、欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように、 残ったパンのくずを集めなさいと言われた集めると人々が5つの大麦パンを食べてなお残ったパンのくずで12の家具がいっぱいになったそこで人々はイエスのなさった印を見てまさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った イエスは人々が来て自分の王にするために連れて行こうとしているのを知り一人でまた山に退かれた主に感謝父と子と精霊の皆によってアーメン。 毎晩食事の時間になるとティーネイジョーを育てたことのある人なら誰もが理解できる現象が私の家で起こっています常に空腹を訴えそして従来の子供が食べる食べ物の量の多さに驚きます彼のように痩せている人間が どうやってこんなに簡単に山のようなご飯を食べられるのか私は少し戸惑い彼の前に座っています。買い物をするときにはもう一人をお客さんが来たように食事の計画を立てなければなりません。それは世界中のどこでも全く同じでしょう。 今では私の食べる量は控えめになりましたが私と弟について私の母が背の伸び止まりがなければあなた二人が食卓を食べてしまうだろうと驚きの声を上げていたのを私は思い出しています若者は常に お腹がついているような人たちです。多くのことに関して彼らは浮いているようです。食べ物に対してもそうですが、それ以外のことにも浮いているようです。彼らの心が成長するにつれて、正義、人生の意味、エコロジー、 そして世界全体の平等性への上が生まれています。その一例として、その一例として、時代の環境保護活動家、ゲレテ・ターンバーグの活動を見ればわかると思います。私たちが少し 歳をとと、るここれのことへの欲求は変化します。私たちはまだ正義、変化、平和と健全な世界を見たいと思っていますが私たちはその今それをしなければならないという若い私たちの感覚は私たちが対象しなければならない 日常生活のほくの多くの部分で和らげられるようになります。このような大人と重大の気が感の違いを考えるとき、聖書、またキリスト教は重大の世界観を持っているのではないかと私は思います。聖書には 今すぐやらなければならないという重大の感覚が物語全体に強く織り込まれています。キリスト教はそれ自体を満たすための上を持ち、あなたがそれに共感してくれることを願っています。聖書を読むと、まるで ティーネイジャーとテーブルに座ってその上や欲求が生み出す量の多さに目を見張っているかのような気分になるかもしれませんそこで今日の福音書の朗読に入ります今日イエスはその時の働きから顔を上げて 空腹の群衆を見ています。彼らは肉体的に浮いているのではなく神についての真理とイエスについての真理を知ることに浮いているのです。イエスがどこへ行っても群衆はイエスのたくさんの証しを見てので傷つきたと私たちは読みました。 イエスの対応はその上を養うことですイエスの食べ物を増える奇跡を見ていると私が小さい頃家の中で食べ物を増えるために頑張っていた母の姿を瞬時に思い浮かべますしかしイエスは彼に食べ物を与えたとはいえ群衆が欲しがっているのは 食べ物の増えから現れていた神の意義です。ここには旧約聖書のエリアの行動の反響があります。ここには杉越の食事の祝福があり、群衆全体を神の安全な腕の中に集め、まるでその群衆が。 古代エジプトの地で奴隷の生活からの解放を待っている家族のようでしたそしてここにはイエスのお姿で彼の人生の全ての上を満たすことができる神の真の臨在がありましたシェフがレストランの料理から ふと開ける時私たちの目は驚くべき料理の中から上がってきた池への念でシェフの方を凝視するのと同じようにイエスの前に集まった群衆も私たちに私たち聖書の読者もパンや魚の笛から目を開けて私たちを散らす神の光に 畏敬の念の抱くようになりますイエスが私たちの前に用意してくださったごちそうの上で私たちはそれを感謝し私たちの人生のありゆる上のためごちそうをいただきながらイエスの顔での喜びの悪スを想像してみてくださいそして 実は私は何かを気づきました。もしその群衆がその日にイエスについての真理を探しに来てそれを求める上を持てなかったらその特別な物理的、霊的な食事を用意する必要,では,必要はなかったでしょう。群衆は 自分たちの質問に答えてもらいたいという渇望があったからこそ私たちは神との誘惑の時を群衆と共有することができるのですですから私はあなたにた尋ねますあなたはイエスにある神の真理に見つけることにどれほど 浮いていてますか重大の若者がそうであるように世界のあり得る問題の答えを得ることに貪欲で今すぐにでもその日に意味のある価値をもたらしてくれる栄養分に浮いていますかイースを追いかけて その真実を見いだすため、あれのを往復するほど十分に浮いていますかなぜなら、私たちは1世紀のパレスチナの浮いた人々の背中に乗っているからです。彼らの上が私たちにイエスの神の啓示を与えるのです。 もし私たちの時代に神を求めるほど植えていなかったなら、私たちの後から来る人たちが神の様子を知らないかもしれません。そして、それは恐ろしいことではないでしょう。